はい、皆さんこんばんは。斉藤明です。今宵の晩酌はですね、赤部酒造。現在は、盛岡の方で、復活蔵っていうのをやっております。元大槌町の酒蔵、赤部酒造の赤部でございます。まあ、僕もね、実は、震災前に、赤部酒造大槌の方の蔵、一度見させていただいたことあるんですよね。今だってはもう貴重な思い出なんですが、このそこの若い六代目古舘龍之介が、醸す赤い兜の赤部、これね、本当侍の味っていうのがねしますけども、この赤いのは赤部 F、原材料名にはアルテン吟醸なんですよね。若いスタッフが醸しているこの盛岡、北井岡での赤部酒造の酒造り、今後の挑戦にね期待したいところではありますが、スッと来てるような感じで、ではい、このしめ鯖をね、ちょっといただきます。酸味がありますけど、これを洗い流してみようかと。切れますね、切れますよ。というわけでね、東京方面でももしかしたら出回ってるかもしれませんで、お一ついかがでしょうか。では、今回はこの辺で。